いやー、ついに見つけました。これまでね、ずっとワイヤレスマイク試してきたんですけど、僕が求める機能がね、全部入って、しかもね、音質もワイヤレスマイクの中でかなりいいんじゃないかなっていうもの。このね、ホリランドのラーク150。今回はこのワイヤレスマイクをレビューしていきます。スイーツラバーチャンネルのスイラバです。いらっしゃいませ。これまで僕の YouTube では、まあ、ほんとたくさんのねワイヤレスマイクをねレビューしてきたんだけど、このワイヤレスマイク探しのね沼からやっと脱却できそうな気がします。今回紹介するねこのホリランドのラーク150っていうねワイヤレスマイクなんだけど、動画制作の初心者からプロまでが納得できるような機能がね盛りだくさんなんで、品質が良くて全部入りのワイヤレスマイクを探してる人、ぜひね、この動画最後まで見ていってくださいね。で、動画の流れとしては、このラーク150、僕が使ってみて良かったなって思う特徴が5つあるんで、まずね、それを紹介して、で、最後にね、もうちょっとね、こうだったらいいなっていう点もね、1個だけあるんで、それをね、最後にシェアしていこうかなと思ってます。じゃあここからはこのマイクの音を聞いてもらうためにラーク150に切り替えますね。でマイクの性能が分かりやすいようにボリュームの調整だけにして、その他イコライザーとかあとノイズ除去とかはしません。じゃあまず特徴の1つ目、このケースなんですよ。こんな感じで受信機1つに対して送信機が2つをしっかりね保護しながらも、しかもねこのケース自体にバッテリーがね組み込まれてて、このケースにねそれぞれ入れるだけで充電できちゃうんですよね。これめちゃくちゃ便利で、例えばこの撮影時間で長時間のね撮影になると、どうしてもねこういったワイヤレスマイクってバッテリー切れとのね戦いになってきちゃうんですよね。でこのケースがあることで稼働時間をね最大18時間まで延長できるみたいなんで、例えばその丸1日撮影があった場合でもこのケースをね持ち込んでたら安心ですよね。ぜひねこのシステム、ケースで充電できるものは他のねワイヤレスマイクも搭載してほしいですよね。それから2つ目、このケースにね、同じくケースに関することなんだけど、このケースから送信機と受信機を取り出すとそのまま電源がオンになるんですよ。わざわざ電源をこう入れる行為っていう事態がないんですよ。地味な機能なんですけど、意外とねマイクの電源入れ忘れることって結構あって、僕も何回かありました。そういうことを考えると、その電源を入れる必要がないっていうのはねすごいアイデアかなと思いました。しかもねこのケースにこうしまうとですね、自動で電源がオフになるんでバッテリーの節電にもなりますよね。なんか結構電源入れっぱなしでそのまま放電しちゃって、いざ使いたい時に使えなかったっていうこともねあるんで、その辺はね自動的にオフになるっていうのはすごいいいですよね。それから3つ目、必要なものがね全部揃っているっていうところですね。まあ、最近のワイヤレスマイクって結構ね全部入りっていうのがね多くなってきてますけど、このラーク150もね必要なものが全部入ってます。例えばラベリアマイクが付属してて、まあ、便利なのはもちろんなんですけど、このラベリアマイクのスポンジの予備、これもね2個ついてくるんで嬉しいですよね。あとはスマホでもね接続できるようにこの TRRS ケーブルも付属してます。それからデッドキャットもねついてます。このデッドキャットのね付け方がねちょっとアイデアなんですけど、ここね、ラベリアマイク、ピンマイクを挿すこの 3.5 ミリのジャックあるんですけど、ここに差し込むタイプなんで、まあ、しっかりとこのデッドキャットが固定されて、不意にね、外れるっていう心配もないので、これはね、便利ですよね。ですので、これ一つね、買っておけば他に買い足すものっていうのがほぼほぼないので、いろいろこう考えなくていいのも楽ですよね。それから特徴の4つ目、ミュートボタンがね、受信機側にもついてるんですよ。いちいちね、こう演者さん側に行ってミュートする必要がないんですよね。まあ、こういったね、ワイヤレスマイクってミュートボタンがね、実際はね、マイク側、
送信機側についていることがねほとんどなんですけど、例えばね、あの演者さんがいてね、その演者さんの音声をミュートにしたい場合なんかは、いちいちこの演者さんに断りを入れてこうミュートにしなくちゃいけないんですけども、この送信機側の、送信機側じゃない、あの受信機側のここのね、つまみを押し込むだけで、このミュートにできちゃうんですよね。これって他のマイクにはあまりなかった機能なんで、まあ地味に便利かなと思いました。それから最後、5つ目。ゲインの調整がね、ボタンじゃなくてダイヤルで操作できるっていうところです。これも今までの他の商品で見たことなかったような気がするんですけど、ゲインの調整ってもともとね、ボタンが多いんですよね。で、このプラスマイナスをポチ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 って押してって、好みのゲインレベルにするっていうのが、まあ結構ね、手間だったんですけど、このダイヤル式にすることで、この目的のゲインにすぐにね、調整することができるんですよね。これはね、ほんと便利です。この特徴5つだけでもね、ワイヤレスマイクとしては、ほんとね、かなりポイントが高いのは分かってもらえると思うんだけど、今実際こうやってマイク、このマイクを使ってみて、喋ってる音質ってどうですか？結構ね、良くないですか？あの、低音も少し聞いていて、あの、最初にね、使ってたガンマイクと比べたらね、ちょっと音質、このガンマイクね、シンコじゃない、コミカのガンマイクと比べると、音質は変わってくるとは思うんだけど、この小ささで、便利機能満載で、さらにね、音質もこれだけ良かったらね、十分かなって気がしてます。ちなみに、このダイヤルをね、長押しすると、モードが変わって、例えば、モノラルモードは、送信機2つの音をミックスしてくれて1つにしてくれます。それからセーフトラックモードっていうのがあって、まあ、これはね、基本的にモノラルモードみたいにミックスして収録されるんですけど、右チャンネルはこの左チャンネルよりマイナス6デシベルした状態で収録されます。まあ、要するに、急な大きい声、例えばその演者さんが大きく笑ったり、叫んだりした時も、このセーフトラックモードにしてたら、録音中のね、音割れを防げるっていうモードになりますね。それから新しく追加された保温モードっていうのもあります。これはね、スマホで録音した場合にね、最適化してくれるモードみたいなので、スマホでこのマイクを使う場合は、この保温モード使うといいかなと思います。それから最後もう一回押すと、ステレオモード。これは送信機2台を別々に収録してくれるモードになります。まあ、さっきも言った通り、この便利なダイヤルのゲイン調整ですけど、ゲインの値はですね、0から20までの最大21段階の調節が可能になってます。ホリランドの公式のページでは、まあ、ホワイトノイズを下げて収録したい場合は、マイクのゲインを15ぐらいにしておいて、カメラ側の音量を最小の1とかにするといいっていうふうに書いてあったので、今はその設定で収録してます。今、このホワイトノイズの状況どうですかね？ちょっとね、音質についてはコメントの方で教えていただけると嬉しいです。さあ、これまでね、この良かったラーク150のね、良かった点話してきたんですけど、最後にね、もうちょっとだけ、こうだったらいいなっていうポイントもね、シェアします。それは何かっていうと、このケースなんですけど、充電がね、単体でできないんですよ。どういうことかっていうと、このマイクね、ケースに収納して、ここのね、USB 端子に挿して、ケースごと充電するようになってるんですけど、この受信機と送信機側に USB の充電ポートがないんですよ。万が一ね、このケースをね、落としちゃったとか、水没して壊れちゃった場合、マイクをね、充電する術をなくしちゃうんですよね。で、今のところこのケース単体では売ってないみたいなので、もしこのケースがね、壊れちゃったらもう1セットこれ購入しなきゃいけなくなるんで、そこはちょっとデメリットかなと思いました。でも本当にね、デメリットはそのぐらいでですね、音質も今聞いてもらってるようにね、結構いいですし、付属品もすごくね、充実してて、このね、秀逸なケースもね、いいですよね。ワイヤレスマイクどれをね、買おうか迷ってるって人はかなりこれ、おすすめのマイクです。このマイクね、気になったよって方は、概要欄の方にも購入先のリンクをね、貼り付けておくんで、ぜひチェックしてみてください。今回の動画良かったと思っていただいた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で。